をやらせていただいた神田愛理です。イエーイ。今回の公演はかなり力入ってたよね。ねえ、千秋楽までさーって突っ走っちゃったよね。そうそう、そしてそして今回の公演中になんと555回を迎えることができました。ありがとうございました。では早速555回公演のサービスナンバーからいっちゃいましょう。 I do justice。 どうぞ。大声出ちゃったこれ天使の洋服はかなり迫力ものだね。派手だね。派手だよ ね、 ね、羽ゆらゆら揺れてるえでも綺麗ね。なんか、うん、みんなスカートで、うん、足がいい感じよねやらしいんじゃないの綺麗綺麗。手袋してるからさ、うん、手が目立つ、ね、だから大きく見えるの。素敵だね。みんな満面の笑みなんだよね。かなりね。ここはかなり満面の笑みだよね。ね。え、これね、お客さんにお客さんに振ってんのよこれ。あみちゃんここからもう手拍子なんだ。いいね、振りなくて。これ難しかった。難しいんだよね。間に入れるのが難しい。で見てみたくない？みんなの満面の笑みをねえ絶対みんなにっこりこしてるよ、うん、手拍子が気持ちいいんだもんね、うん、そう手拍子ね。この時みんなお客さんしてくれてね。555回だったからね、嬉しかったわかなり練習したよねこれ。練習したした。面白いこと言うな。どれどれ。レッドボーダーライン。ギリチョン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 曲げ。マモちゃんも目薬使って瞳を大きくすんの？それでパリの女の子に準備してますよ。ゴソゴソ後ろ向いてますけど。画面のマスクから瞳がはみ出た。最悪。本当に細かいっすよね。すごいよね。そういえばもう一つ鍋。あ、このシーン見たかったの。これ以上食べたら太っちゃうよ。ダイエットしなさい。わかった。じゃあきりたんぽ鍋争奪戦でモノマネがうまかった人が食べてよし。やったやった。じゃあ最初誰にする？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 誰にしようか。マモルさんどうですか？マモリ。俺とかめっちゃみんなで。マモちゃんゴールが出てる。じゃあ僕は。みなこちゃんのモノマネでいこう。練習してたよねこれも。センス必要なんだよね絶対ね。ちょっと恥ずかしいんだかっこいい。かっこいい。開きませんでした。かっこ悪い。はい、はい、おまた。勉強したっていい奥さんになれないでしょ。結構うまいよね。ね、手の角度とかね、足の開き方とかね。ママ、おかっこじゃないよ。え、じゃあさ、みなこちゃんなんかできんの？できるよ。なに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 ？ブランピリエ先生のモノマネ。かわいい。取り戻してじゃあ、いきます。やってやって。せーの。チントンシャントンペコ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 。まんまじゃないか。そうだよ。やめろ。やる気満々ですよね。せーの。トゥンドゥントゥルントゥルンペルルルルルルン。アミちゃんパワー。ありがとうって言ってるよこれ。先行きます。きりたんぽ絶対食ってやる。行くよ。すっごい緊張しちゃったこれ。私のやるモノマネは前に戦った最低で最小の敵デステのモノマネやっちゃおうかな。
い割ってるよ、腰に手当てて割っちゃったよ。これね、最小だったよな。すごいよ、ホタル成長早いからお手。これね、顔モノマネしてんだけどね、もうちょっと近づけてほしかったな。エコー気味だったけど今声が。僕だから、このスーパー高校生天皇あるから。誠でいきます。誠ちゃん、いいかな、やっていいかな、やってやって。科学の問題なんだありゃ。その前にはなんだよって言ってるからね。すごいのすごいのできるよ。これ練習してたんだよ、生まれたてのこちか。楽屋で、ね、めちゃめちゃ楽屋で練習してたよね。これより練習してきたんだって言ってやってた。みんな誠さんが練習してるからね。何もやってないよ。なんかやってよ、ホタル。デパートに少ないから。いいからいいから、何でもいいよ。何もできない。ダジャレでいい、ダジャレで。じゃあ一つだけ。傘はかさばる。これね、ファンの方からね提供してもらったダジャレなんでね。ね。かなりセンスありますよね。みんな大受けでね。いつか使いたいと思ってたのよね。レイちゃんですよ。こんばんは。レイはレイでもジルドレイちゃんです。何の用なの、何の用なの。清らかな血をいただき、力入ってる。また何考えてんの。千秋楽は楽しがけん。ちょっと嘘止まった。こんなところで笑っちゃ池袋。固まってる。よい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 。負けちゃったわ。負けちゃったら脱がないとね。野球拳だからね、これ。そうよね。私ね、実はマンドレークお兄ちゃんから、マンドレークお兄ちゃんから頼まれた。マンドレークなの。めちゃめちゃびっくりしましたよ、楽屋でね。すごくびっくりして、ね、自前でしょこれ、ね、自作でしょ、自前自作でしょ。みんな待ってんだろ。本当、すごい。分かった、それはマムちゃん今変なブ。変なブって何よ。何なんだろう。多分変な物体って言おうとしたけど。ちょっと嫌だったね。ただ木が倒れただけじゃないか。やっぱあっち向いてホイも勢いね、気合が違うのよ、うん、あっち向いてホイ。うちはね、兄弟揃って負けず嫌いなのよ。行くわよ。じゃんけんぽい、あっち向いた、ほい、じゃんけんぽい、あっち向いた、だー、じゃんけんぽい、あっち向いた、はーい。行くわよ、じゃあどんどん、じゃんけんぽい、あっち向いた、ほい。あら、あれ一発負け。一発負け。うざい、もう。逆ギレ。勝手に勝手。他の人にして。お相手いたしますわよ。あら、セレセレ来ました。あなたで、ちょっとさっきから気になってたのよ。あんたちょっとちっちゃいくせにセクシーすぎない？そのチラだって言ってるよ。もう憎たらしい。もうそのセクシーさがね、私とキャラが被ってんのよ。嘘よ、さっき歌ってたじゃない。私はヨレヨレ、 T シャツの首んとこがヨレヨレって。歌になってないわよ。あ、歌になってないんだね。うまいツッコミするわね、あんた。そのツッコミのうまさ、あんたたち狭いルカルテットじゃなくて玉川カルテットね。無理だよ、いらねえよ。ちょっと古かったでしょ。でも今笑った人はそれなりの年ってことね。行くわよ、じゃんけんぽい、あっち向いて、はい。あっ、いい具合に取れたよね。すぐ部屋よう、池袋アルパセール中、行かなくちゃ。 Thank you。 うさぎの分もね。うさぎも分もね。魔法の杖がなければその程度神奈川県。びっくりしちゃった。本当嬉しかったよね。なんか忘れてた、アキレス腱ゲーか。分かってる分かってる、調子に乗りすぎた。いえ、都道府県でないと。はい、
ではここからは千秋楽だけのサービスナンバーをお届けします。今回は見どころ満載。特にあのそれ以上は言っちゃダメ。見てからのお楽しみ。そうなの。そう。すごい早く練習してたんだよね。2倍速ぐらい。踊ってるよねみんな。ね。生き生きしちゃって。ひかりさんちょっとダメね。間違えちゃった。途中からちょっとね。後ろでねジル様とマンドレーク様。あ。なんと衣装を交換してる。交換してるよね。ねえ、私これさっき初めて知った。ねえ、ねえ、大きなマンドレークだなって思ってた。そうそうそう。洒落てるマンドレーク。洒落てるね。洒落てるんだ。チルドレーはどうなの？ちょっとブカブカかなみたいな。あ、ここもパラパラだよね。いいね。嬉しいな。ミキさんとかあの悪役さんたち全員踊ってくれてるとこだよね。すごいすごい。皆さんこんばんは、望月ドラクルゆうたです。本日この会をもちまして21世紀最初の公演の千秋楽を無事迎えることができました。これも本当にあの555回の時も言ったんですけども、こうやって劇場に足を運んでくださる皆さんがいたからこそこうやって続けてこれたわけですね。あの全員に代わって感謝を申し上げます。それで20世紀から21世紀まで世紀またぎで続いてきたこのスーパースペクタルウルトラクレイジータイガロマンドラクルシリーズ。クレイジー出ましたよ。長いですよ。すごい長いですよ。見事になりました。初めて知りました。僕自身もすごく楽しみにしてますので、皆さんもすごく楽しみに待っていてください。春にまたここで会えることを楽しみにしてます。ありがとうございました。もう出てきた。いつもカーテンコールで歌ってた、ね、サービスナンバーで。サービスナンバーで歌ってた。素晴らしい。この時みんなもう涙涙。実は袖から涙。本当にもう袖でさ、もう抱き合ったりなんだりかんだり。みーちゃん泣いちゃうから来ないでって私に言ったよね。もうダメよ本当。来ないでって言った。そうそうそう。もう本当この歌も、うん、本当の思い出の歌になった。ちゃんと私もねえねえ爽快感があった歌い終わった時。ねえ。また大人数だわって感じだけどね。ねえ迫るカルテット入ってね。すごい。もう大人数だよね、うん、ねえなんていうの綺麗だけどね。すごい綺麗、うんうん、戦闘服がいっぱいいるからね、うん、綺麗、うん、すごい2回転してますよ。2回転しましたよ。練習したのよ。たまにズルの1回転がまあずらへんにいるけどね。まあそこら辺は見ないで、うん、まあ見ないでおいてください。ヤッホー。さあ次は注目の注目の来たー来たー来たぞ来たぞ来たぞ。かっこいい。アスタール
て暑すぎて。ねえ、ねえ、これかんちゃんさ超いっぱい教えてたよね、うん、あやちゃんに。あーねえ、あのね、うん、教えてくださいって来るから可愛くってさロビーで頑張ってたね。ねえ、なんかちょっとね振りが似ちゃったりしてたらごめんね親指とかね、親指とかね親指立っちゃうからね、どうしてもグーにしてるのにでもねえ、およく覚えたよね、すごいよあやちゃん。短時間だもん出るって決まってから、そうだね、うん、喜んでたよこれ出るって知った時。ねえ、すごい、うん、一番喜んでた本当に。みゆきちゃん、ちびムーンとも会ってるよ。ほんと一生懸命これはみゆきちゃんが教えてたじゃない。これはね練習しまくったんだよ。ねえ、でもねちょっとね、うん、まだ不完全なところもう終わったから。そうですね、愛嬌愛嬌。うん、かわいく踊って、かんちゃんこれが最後のラソルだよね。やだ寂しいこと言わないで終わっちゃったじゃない力いっぱい踊ってたね。うん、最後のラソル、この時に奈緒ちゃんと目があんのよ、ここで。あ、それはもう素敵なひとときだわ。みゆきを見つつ後ろになぜか奈緒ちゃんがいたから。そうじゃあかっちゃん3人バージョンね、3人バージョンね、真ん中3人バージョン。お、始まったよかっちゃん恥ずかしい、ちょっと一回抜けたね全部抜けたね、真っ白にね。でもこれすっごいよ普通泣くっていうか、もうここで我慢してさ歌っててさ、すごいなんかよく歌えて、いいすごいなって思って泣きたかったよ本当は。もうかんちゃんも目腫れてますよこれもうね、いいね、これ嬉しくって後ろ行っちゃったの。でも全然すごいなんかいい感じこれ。あのね、当日までみんなが後ろに立っててくれるって知らなくってさ、で当日みんなが後ろで見守ってくれてるって言うから、うん、絶対絡みたいと思って。そうだね、もうかんちゃんにこの時立ちついちゃってすごいもうこれでまた泣く波が来ちゃったアップにしないで、大泣きなんだから恥ずかしい。これ私一人で長いんですよ本当に見ないでね、これかんちゃんだけを見ててほしい。羽あるから目立つよそうそうそう、ボリューム感満点満点やっぱこの英語の発音は神田さん上手すぎよね。トラブルだトラブルトラブルがね、素敵素敵ヤッホーって私やってるのねやられてもらってるの知らなかった実は本当に今日見るまで知らなかったでもこれ頑張って、ね、忘れちゃったさっきもさ、ね、カノンかっこよかったのに。ほんとありがたいねおばさんらしいけどカノンのこのステージすごい良かった。エリもやらせてもらえて良かった。忘れたねここ振り言わないでごめんごめんちゃんちゃんドカン綺麗嬉しかったな。はい号泣はい号泣号泣かい泣いてる。やっぱりなおちゃんだけが先輩だったからさ、なおちゃん見ると全部思い出しちゃうんだよね。そうだよね、うん、ずっと今まで一緒なのはなおちゃんだけだもんね。そう本当にお世話になってそっかみんな泣いてる。本当もうみんな泣き泣きっすよこれ。ゆうご頑張ってるね。舞台は素晴らしい。そうね本当に素晴らしい素晴らしい本当にもうね、うん、見に来てくれる人も分かると思うんだけど、うん、やってるこちらは、うん、めちゃめちゃ素晴らしいことだよねこういうのって、うん、常に本気だからね。本当
でこの手拍子とかもすっごい心強いのよね。心に来るよね。そうめちゃめちゃ、うん、一つになるっていう思いがちゃんと一丸となってね。違うよね。みんなさ大泣きだけどすごく素敵な顔してる。輝いてるよみんな、うん、本当もうここ本当この瞬間が終わんないで欲しかった。ずっと、うん、素敵だねえ時間よ止まれって感じだったねえ。止まって欲しかったよ、うん、皆さん今日をもちましてセーラームーンミュージカルを卒業することになってしまいました。今まで5000円本当にありがとうございました。たくさんの思い出を作っていただいて、これからこの思い出だけで強く生きていけると思います。ここにいるメンバーのみんなにもたくさん迷惑をかけたし、お世話にもなったし、本当に楽しくいい舞台を作り上げることができたと自負しています。これからもセーラームーンミュージカルの応援を皆さんどうぞよろしくお願いします。ちょっと袖から出ててうるうるしちゃって泣いちゃうかもしれないですけど今日本当に平日という、忙しい中皆さん来ていただいて本当にありがとうございます。こうやってね千秋楽を迎えられたのも本当にキャスト、スタッフ、そして何よりもねやっぱり、お客様の、応援があったからこそだと思います。神田絵里さんも今回で卒業ということなんで、皆さんもう一度大きい拍手をお願いします。今日は本当にどうもありがとうございました。まだあるんですけど、もう千秋楽ですごい早くて、私カンちゃんが辞めちゃってすごい辛いんですけど、でもやっぱり皆さんは優しいし、みんなでまた素敵なものを作っていこうと思っています。なので皆さんずっとずっと応援してください。今日は本当にありがとうございました。セーラームーン最高よね。最高よ本当に。もう今見ても泣けるわ。もう胸が熱くなるねえ。ハンちゃんありがとう。甘くは閉まんないで、閉まんないで。ところがところが開きました。開きましたよ。この時私 何言おうか、ありがとうございましたしか言えなかった。なんかもう泣きじゃくってていうか、なんかかっこいいこと言おうと思ったけどさ。まっちゃった。しまってさ、みんなうえーって言ってた。開いちゃうんだよね。ところがみーちゃんがセンターに入っていいよって言ってくれたのね。そんな意味で出演者みんなの思い出に残る作品でした。セーラームーンミュージカルは皆様の熱い声援がある限りいつまでも続いていきます。それではまたお会いしましょう。班長バイバイ。
愛と情熱の戦士セーラーマーズ。素敵。バイバイ。